じゃあね。はい。臭いな。本当に体調悪そうなんだけど、やばいな。配信できないの、買う意味あるの？まあ、確かに。ネタにもならない。でも恋愛ってそういうのじゃないからね。買わないとダメなんじゃない？これ初心者マーク、あんな中央につける？初心者マークってどこにつけるの？あんなど真ん中につけてるの初めて見たのに。俺初心者マークつけたことない。なんかつけると恥ずかしくてさ、つけなくない？バカにされちゃう。あの TikToker とかでいるよね、違反だけど。あれ、財布がない。みんな財布がない。財布がどっか行っちゃったな。ポケットの中のコイン、それと You wanna be my friend、 We are We are on the crew、 We are ダッピンバンなんて渋滞のもと、針に照らされ火事を取るのさ、大人ぶってた宝の地図も、確かに確かに確かなんだよ。個人的な事情は市場を挟まない、そうして行くんだよ、思い過ごせばいい。歌詞違くない？合ってるよ。オリジナル曲なの。俺の曲なのに。あ、セブンイレブンダメっつってたな。言ってなかったっけ？ルール守んないかな。待って。
足りないといけないから、下ろしてきた。あと体温計が売ってないね。体温計が限度額50万円下ろしました。コンビニ売ってなかったよ。熱あるぞ。体温計で測るわ。リスナーさん、全リスナーさんにね、いただいたアイテムのお金ですよ。はい。ねえ、おしっこしたい。感謝してますよ。感謝しかしてないよ。体温計が売ってないな。体温計売ってます？体温計。体温計売ってないな。あります？あったらここの辺にあると思っても見たことないないですか？そうですね、はい、すいません。追加するダメなの？ごめんごめん。ファミリーマートだからいいかなと思ったけど、ごめん。投げたリスナーさんかわいそうって、なんでかわいそうなの？俺が彼女できたら何かわいそうなの？ダメなの？
こんないい男で、彼女女寄ってくるに決まってるじゃん。女の一人や二人できるに決まってるだろう。何それやめてね。なんか裏でなんか付き合うとかいうタイプじゃないからやめてね。そういうの付き合うこともあるよ。それドラッグストア、ドラッグストアってあったっけこの辺。この辺知らない？全部嘘です。客引きに路上で渡したお金は絶対戻ってきません。いやマジでこの指輪こんなのいらないとか配信でふざけて言った瞬間にもう本当に切るから大事にしないと。ねえ、あ薬って書いてある。あ眉どこにいるの、みんなアルタ眉ってどこにあるの、もう分かんないわどこにいるか。東口？あるよね。ちょっと眉配信見てんならちょっと来てこっち。なんでこんな人多いんだろう。今日土曜日だから。ドラッグストアもダメなの配信。じゃあちょっと買っちゃおうか。お姉さん体温計、体温計ってどこにあります？はい。はい。どうも。一番安いやつ。ぜひ登録の上。豪快すぎでね、クーポンデビュー。45周年の杉薬局カップからの。あ、大丈夫です。あ、ないです。あ、1万円で。どこ？うん。どこ？ドンキーのとこ。今白壁なんだけど。白壁だよ。いや戻るね。うん、やばい本当にやばい。やばい、うん、あ、きそう。 どうしよう。今ポカリ買ってる。あのポカリ買ったのに。うん、ああ買っちゃった。じゃあそれ飲みな、俺も飲むから。ごめんね。妊娠した？待って、優しくした。もう妊娠した？また結婚するの俺？3回目結婚するの？いやおめでとうじゃないか。無理だよ。いやおめでとうじゃないよ。もう結婚しないから。
おめでとうじゃないから。ぼったくりです。妨害の料金を請求されますよ。本当なんだから。結婚できない俺は。しゃぶしゃぶ食べたいな。大丈夫か。これ熱なかったらどうする？